ジャン・フィリップ・ロワ・ドシェゾーは、スイスの天文学者である。1743年から1744年にかけて現れたクリンケンベルフ彗星に関する報告などで知られる。また、十分広大な空間を持つ宇宙では、夜空が暗いことには説明が必要であることを指摘したオルバースのパラドックスを現在知られる形で定式化した。ロイス・デ・チェスがシェゾー・シュル・ローザンヌ領主のロイス家を意味する姓にあたるものだが、ほとんどの場合、シェゾー、またはドシェゾーとして引用される。スイス・ローザンヌ近郊のシェゾー・シュル・ローザンヌの領主権を持つ父ポール・エティエン。ロイス・ド・シェゾーと母エスティエン・ジュディット・ド・クルーザとの間に生まれ、1718年5月4日に洗礼を受けた。母方の祖父は、ビロンなどで知られる哲学者、数学者のジャンピエール・ド・クルーザであり、祖父がシェゾーの教育を取り仕切った。シェゾーは、幼少期から振動ぶりを発揮し、外国語のほか、数学、幾何学や天文学に特に興味を示した。1735年、17歳の時に表した物理学小論の内容は高く評価され、出版後には声明を出して祖父が関与した疑惑を払拭せねばならないほどだった。1736年に父親が所有するシェゾーシュル・ローザンヌの城の敷地内に天文台を設置し、これは後の彗星などの観測における拠点となった。しかし病弱であった。彼は同じ年に重病を患い、1741年まで継続的な研究は中断することになった。1742年からは、ローザンヌに留学中のドイツリッペ、白ジーモン・アウグストが主催する文学協会に父親と共に参加し、暦、天文学を始めたようなテーマで報告を行った。雑誌、ピトレスクに掲載された6本の尾を持つ1744年の大彗星の挿絵。1743年12月、シェゾーは自身の天文台で4等級の明るさの新たな彗星を独立に発見し、その位置を精密に追いかけた。この彗星は翌年3月になるまでに最大で-3等級から-7等級となったと推定され、日中でも見ることができた大彗星となった。太陽に最接近後の3月には、明け方、地平線にコマが昇る前に6本の巨大な尾をなびかせる印象的な姿を見せた。この様子やシェゾーにより求められた軌道は、1744年に出版された著作、1743年12月、および1744年1月、2月、3月に、出現した彗星の論考で詳細に報告された。この彗星は、先んじて発見したオランダのディルク・クリンケンベルフの名を取った、クリンケンベルフ彗星との名の他に、シェゾーによる詳細な報告から、シェゾー彗星、クリンケンベルフ・シェゾー彗星とも呼ばれる。彗星論には多様なテーマを扱った8つの付録が含まれ、そのうち、光の強さとエーテル内での電波、そして恒星までの距離についてと題された論考では、いわゆるオルバースのパラドックスを論じていた。これはオルバースがそれを論じた1823年の論文に79年先んじていた。ここでは地球から見た見かけの星の大きさは距離の事情に逆比例する一方、一定の距離の層に含まれる星の数が距離の事情で増え、両者が相殺することを指摘し、ここから天球の大きさと太陽の見かけの大きさとの比より、夜空が太陽のおよそ9万倍の明るさとならねばならないと帰結した。これによって、シェゾーはパラドックスを初めて明確に定式化し、現実の夜空の暗さには何某かの説明が必要とされることを示した。シェゾーは、この帰結と経験との極めて大きな食い違いは、構成点が無限ではなく、実際には、私が想像する有限の大きさよりも、はるかに小さいか、あるいは光の明るさが、距離の逆事情よりも早く減少することを示している。後者の過程がかなりもっともらしく、それは光をごくわずかに遮ることのできる流体で、星々の空間が満たされていることだけを必要とする。彗星論、P225 とし、宇宙空間を満たしていると考えられていたエーテルが、わずかに光を吸収するという解決が最もらしいとした。現在では、むしろ子像が挙げた前者の回答が正しかったことが分かっている。1746年には別の彗星も発見し、また彗星探索中に自ら発見した8つの新しい星団、星英分の表をフランス科学アカデミーに提出した。この表は1759年にギヨーム・ルジャンティによって記録され、1892年にギヨーム・ビゴルダンによって出版された。彗星論と1748年の論文、彗星軌道の位置を計算する新しい方法とによって天文学者としての名声を得た子像は1747年以降、パリ、サンクトペテルブルク、ゲッティンゲン、ストックホルム各科学アカデミーやロンドン王立協会の正会員を務めた。しかし、子像は1747年以降、天体観測を行わなくなり、代わりに聖書の出来事を天文学的に研究する仕事に没頭するようになった。ダニエル書の記述にある天文現象をもとにイエス・キリストの処刑の日に起こったと考えた日食を同定しようとした。この研究は子像の死後1754年に死後の回顧録の中で発表された。さらに子像は黙示録の特定の箇所やイザヤ書に記された種の和解だが、フランスのプロテスタントを再興させる王子の到来を意味するとして、それを1749年の秋分であるとした。しかし、1749年の秋分の日を過ぎても、この予言を正当化するようなものは何も起きなかった。1751年、友人らの勧誘を受け、シェゾーはパリへと赴くこととした。しかしこれは、シェゾー最後の旅行となった。パリに到着して、数週のうちにシェゾーは病魔に侵され、そのまま回復することなく1751年11月30日朝33年の生涯を閉じた。ありがとうございます。